土佐国分寺は、高知県南国市にある新言州地山派の寺院。マニ山ん、宝蔵院とゴース。本尊は、千住観世音菩薩。四国八十八箇所霊場二十九番札所。札所寺院としては単に、国分寺と称するのが通例である。国の史跡に指定されている、本尊新言、御馬皿たらまきりくご栄華、国を開けたからを積み手立つ寺の末の世までの、 利益残せ李聖武天皇が発した国分寺建立の章により全国に建立された国分寺の一つである。当時は時典によれば天平十三年に行基が千住関税恩菩薩を刻み本尊として安置し改装したとされる。その後公認六年空海が美写門天を刻んで奥の院に安置、また星友の秘宝を収めたことから当時は星友の根本道場となり、 大師像は、星友大師と呼ばれている。そして、その頃新言宗の寺院となったという。史実としては、俗に本気に、天平商法8年、土佐を含む26カ国の国分寺に、仏具等を貸ししたことが見えるため、この年以前には創建されていたとみられる。国分寺周辺は、古代から中世まで、土佐国の国府の所在地であり、土佐日記の作者記貫行も、 国主として4年関東地に滞在した。国府の中心である国庁は国分寺から徒歩15分の位置にあり、かつてその近くにあった土佐国僧者は現在当時境内に移されている。寺はたびたび陛下にあったが、永六元年には長宗壁区日下元親によって近藤が再建。明暦元年に土佐藩二代藩主、山内忠義が三門を寄進した。大正十一年に 境内全域が国の史跡に指定されている。二王像三門をくぐって進んでいくと右側に、長津場、首郎が、左手に、海山道がある。正面奥に本堂が立ち、その左に、大師堂がある。この前に酒壇地蔵がある。首郎の先を右に入ると注文があり、突き当たりに、光明殿、左に、栗、農協所がある。重要文化財史跡高知県指定保護。 有形文化財南国市指定有形文化財、鉄道バス道路さぬき、いよ、阿波の3カ所の国分あまでは確定され国や県の史跡となっているが、土佐国分あまでは未だに確定されていない。最も有力なのは下記のところである。土佐国分寺地図私四国88カ所28、大日寺29国分寺30。 全学寺毘沙門堂主塗りの毘沙門堂と落差30メートルの毘沙門の滝がある。農協は国分寺にて、土佐国分寺公式ホームページより、現地看板より、飛行廃寺跡高知県文化財団埋蔵文化財、センター、後半の部分は、現地案内板より引用。ありがとうございます。